めでたい都市伝説なんか言われたりするのかなと思って、君のものば俺のマインドはこれめのたまに残る証拠現場のビリパコン戦ったじゃないですか、まあ、あれでもう燃え尽きちゃったんじゃないですかね。でも彼相手が乗ってくるなら俺も乗るみたいな、そういうタイプじゃないですか。人任せなところがあってですね、自分の力ではどうしようもなくてですね、そういう意味では翔太選手に期待したいですけどね、はい、俺がバチバチ行けばバチバチやってくれると思うし、あのニヒルな感じですけど、倒されるっていうのもみんな見たいんじゃないですか。その時当時 NJKF だったんで、なかなか交われないかなと思ってたんですけど、レベルストリングが上がるっていうのはそれはもうやるしかないなって思いましたね。自分の願い通りの相手がどん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 ね、対戦効果に上がってくるんで、自分としては嬉しい限りですね。やっぱり自分の距離でずっと戦うで完封っていうのが理想ですよね。まあ、結構名前のある選手にみんな勝ってたり、いざ試合見たら入ってきたやつをカウンターで一発で倒してるみたいな。試合も見てもつまんないし、力もないし、そうでもないんじゃないかなって感じです。結構本当にセンチャイとかノーと戦ったんですけど、その時より不思議なんですけどね、すげえモチベーション高いんですよ。だから1月25はピークで迎えれると思います。やっぱり組んでの肘っていうイメージなんですよね。なんかまあいかに組まれないかっていうのが、まあ、一つポイントにはなるんですけど、まあ、それをいかに凌駕するかですよね。まあ、組まれても、まあ、対処できるように自分の中ではそういう対応力あると思ってます。僕もあんまり疲れるの好きじゃないから、もう2ラウンドで早く終わらせようみたいなところあるんで、ポーンと倒れちゃうのも楽しみです。相手次第です。やっぱりレベルさん的に安い気に勝ってもらいたいとか思ってると思うんですけど、俺が勝っちゃう。